百人一首を参考に歌かるたを作ってみました。おじいちゃんおばあちゃんが小さい頃に歌っていて、今もみんなが知ってる歌です。これは富士山。取り札と読み札に分かれています。これ百人一首の仕組みと同じですね。頭を上、雲の上に出しの上に出しの部分が取り札になります。ここに富士山1の1と書いているのは、富士山の1番の1の歌詞ですよという意味です。四方の山を見下ろして、雷様を下に聞く、富士は日本一の山。この歌詞は1番2番共通ですから、1の4、2の4、両方書いてあります。これを並べて読み札を読んで取ります。ほな、おばあさん行きますよ。取ったら手に持ってくださいね。はい。雷様を、雷様を下に聞く、あたり手に持っとってね、はい、年の初めのためした、ためしとて、正解。はい、次はちょっと寄せようかな。はい、体に雪の着物を着てやっと、うん、私が衣を着てきて言ったら、うん、もうそう来るかやと。歌詞の最初だけ聞いて、おじいちゃんおばあちゃんがはいって取ると、きっと子供たちはびっくりしますよ。この歌かるたは小さいお子さんも、それからお年寄りの方も楽しめます。子どもたちとお年寄りとの交流やデイサービスでの活用、親子のふれあい活動など、工夫次第でいろいろな使い方ができそうですね。こんな風に使いましたっていう面白いアイデアがあったら、ぜひ知らせてくださいね。